膝サポーターですね。ここにね、ちょっとこう厚めのパッドが入ってるんですね。あ、これね、おー、すごい変わった作りですね。あ、これすごいですね。あのですね、まあ、こんな感じでパッドが入ってるんですね。で、このパッドなんですけど、六角形のやつがね、一個一個ね、別々ですね。これ別々のものですね。こうずっと並んで、一枚ものでこうただね、こう切れ目が入ってるとかじゃなくて、もう完全にこう離れてますね、周りのとは。だからね、すごいね、こう動きやすいですね。あ、これね、すごいですわ。あ、これ動きやすいですね、これなら。それで、ここの上側、ちょっとね、こっちに上側、こっちが今これ持ってる方が上なんですね。こっちね、ここにね、これシリコンゴムだと思うんですけど、滑り止めのこう波々がついてるんですね。で、これ滑んないですね。で、下はねついてないですけど、まあ、上がねしっかりしてれば下は関係ないので、で、まあ、こっちもね当然一緒ですね。で、私これサイズ XL ですけど、縫製もねしっかりしてますね。縫製はね、もう問題ないですね。これはでもね、すごいですね、ここのパッドの部分の作りは。この一個がね、全部がこう独立してて、これがこっち側に行っちゃったりしないですね。どういう作りなんですかね。中見てみたいぐらいの、どうやって作ったんだって感じですね。裏、あ、ちょっと裏見てみますか。いやー、ちょっとね、どうなってんだかわかんないですけど、あ、こっちの方がもしかしたらもっとわかりやすいかもしれないですね。これがね、こっちに動かないんですよね。これがね、どっか行っちゃったりしないんですよ。でもね、どう見てもね、この動きはね、離れてるような気がするんですね、一個ずつが。あ、この裏側に一個ずつが接着したんですかね。ちょっとね、よくわかんないですけど、すごいね、あの不思議な作りですね。初めて見ました、私こういうの。これは動きやすいですね。はい、あのね、やっぱりね、動かしやすいですね。まあ、普通ね、こんなズボンの上から履く人はいないと思うんですけど、ちょっと今動画のね、都合上皆さん私の足見たくないと思うので、ズボンの上からちょっと履いてみました。はい、つけてみました。ここがね、あ、ここ今すごいね、ここの一個隣とのね、この
六角形の感覚がねすごい離れてますね。あ、これはね動かしやすいですね本当。このね、あの生地全体もね、あのすごくサラサラの生地なんでね、多分汗も吸い取って乾くのも早いでしょうね、これなら。私あのスクーターとかね、整備するときに膝地面につきたいときとかどうしてもあるのでね、痛いんで、でこういうのを使うんですけど、これ今までで一番いいですね、このサポーター。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。